皆さんこんにちは、久美子大島です。私は今、クアラルンプールの KL セントラル駅におります。今まだ朝の7時前なんですけども、今日は、これから長距離バスに乗ってマラカという町に行ってきます。バスターミナルに向かうので、まずは電車に乗ります。この電車そのまま乗ってたら空港まで行く路線なんですよ。だから車内もゆったりめのレイアウトなんですね。ちょっとだけしか乗ってませんけど。バスターミナルの最寄り駅に着いたんですけどね、まただよ。なんかクアラルンプールたまにあるエスカレーターの電源が入ってなくて動いてくれないことが、これ段差が大きいじゃないですか。エスカレーターって結構疲れるんですよね。はあ、この大きな建物がバスターミナルです。TBS と略して呼ばれることが多いです。日本人は TBS と聞くとテレビ局を思い浮かべますけど、こちらではバスターミナルを指します。一応電光掲示板に情報があるんですけど、私が乗るバスが8時25分発でして、出発の1時間前にはバスターミナルに来てくださいって書いてあったんでね、来たんですけど、まだどこから出るか情報が出ないですね。あと怖いのが、ここめちゃくちゃディレードのバス多くないですか。本当にちゃんと出るかな、心配になってきた。チキンカレーのパイ、売店で売ってたから買っちゃった。五輪儀です。160円。160円、170円ぐらいかな。美味しい。朝カレー。あんまり辛くはないですね。ゲートはね、確認できました。それで私、オンラインでバスのチケット買ったんですけど、紙の QR コードが書いてあるパスを発行してもらわなきゃいけないらしくて、ボーディングパスのチケットのとこに並んでおります。ボーディングパスゲット、これでゲートに行けます。ゲンナンブツ OK、 Thank you。 バスちょっとディレイですが乗れそう、よかった。行ってきます。バス乗りました。今のところ15分遅れぐらいかな、20分ぐらい遅れるかもしれません。下はフットレストがあって、リクライニングもできます。4列のシートですね。さっきカレーのパイ食べましたが、昨日のうちに買っておいたチョコパンを追加の朝ごはんでいただきます。デザートということで、このパンはスーパーですごく安く買ったんですけど、とても変な味がしました。朝早起きでまだお化粧をほとんどしていなかったので、バスの中ですが失礼いたします。口紅を塗ると顔がパッと明るくなりますよね。この後食事してすぐに落ちますので、お楽しみに。さて、マラッカのバスターミナルに到着しました。実はこの時、隣に偶然日本人の方が乗っていらっしゃって、市街地に行くローカルのバスの乗り場を一緒に探してから解散しました。旅先の出会いって面白いですよね。マラッカのバスターミナルに着きました。ちょっと今のうちに帰りのバスのチケットの発券をしておこうかなと思って、ちょっと場所探してみます。チケット紙変えてもらいました。なんか発行手数料が 0.7 リンギ必要でしたね。そしたら今からバスでローカルのね、市バスみたいなので市内に出ます。ローカルのバスは本当に案内もちょっとしかないし、時刻表もねあんまりちゃんとしてないみたいなので、来たら乗るっていう感じで行き当たりばったりな移動になりますが、楽しみですね、そういうのも含めて。17番とかのバスで行けるらしいんだけど、君空いてないやんけ。ちょっと外に、どっから外に出るんだ。地下。はい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 。ちょうど出発間際だったようで、乗ったらすぐに出発しました。運転手さんに降りたいバス停を伝えたら、運賃を教えてくれるので、その額を現金で運賃箱に入れて支払います。お釣りはね、多分出なさそうです。はい、マラッカ市街着きました。ここも多分名所なんですよね、教会なんですけど、ここが一番賑やかで観光客の多いところ、オランダ広場って言われてます。マラッカはね、いろんな国の文化が混ざってるっていうのが見どころみたいで、オランダの文化とか中国の文化とか、あともともとここのね、現地のマレーの文化がいろいろ混ざり合ってるのがすごく面白いところらしいですよ。
人力タクシーみたいなのがあって、それからね、ああいうやつね、あれから音楽が流れてるんですよ。すごいスピーカーから結構な音量 でみんなそれぞれ違う音楽流してるから、結構音的には混沌としてますね。今時間は、11時21分、お昼時に入ってくるので、名物のチキンライスを食べに行こうと思います。あら、川の流れ見えるかな。やっぱ港町っていう感じがしますよね。すごいドラゴンいるんだけど、やっぱどこに行っても中華街はありますね。ちなみにこの横にはハードロックカフェが。すごいな、しかし。ライスボールとチキンのセットです。これを食べたかった。1000円くらいかな、飲み物と合わせて。このソースなんだろう、醤油みたいなものかな。あ、めっちゃ甘いわ。甘辛ソースって感じ。こっちは赤色なんだよ。This one mixed with chili sauce. Chili sauce. Chili sauce put here. This one mixed. Ah, okay, thank you. 今教えてくれた、これがチリソースなんですけど、混ぜてつけて食べてって。ここにちっちゃいお皿があるから、これで食べてってことみたい。チリ。チンゲンサイみたいなのも追加で来ましたわ。セットに入ってたみたい。ライスボールをそのまま食べてみようかな。ちょっとタレがもともとかかってるんで、それはついてますけど、かなり味がついてますね。でも普通のおにぎりと思っていいと思う、これは。それからお豆腐、厚揚げみたいなやつですね。だいぶ甘いね。やっぱり甘辛い味付けがポピュラーなのかな。コーヒーは何も言ってないけど、ミルクと砂糖が入ってます。甘い。チキンを食べます。あ、美味しいです、美味しいです。これ何、これ、このクルクルしててカリカリしてる、なんだろう、これ分からん。美味しいけどわからない。でもあんまり味ないです、食感だけ。あとはこれは何かな、ちょっと野菜なんだけど、わかりませんね、これも。きゅうりとかが近いと思うけど、なんだろうね、これ。チンゲン菜をいただいてみますよ。これ一人分めっちゃ多いな、食べきれるかしら。ゆっくりいただきます。全部美味しい。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。チンゲン菜ちょっとだけ残してしまった。さっきのお店すごい美味しかったんだけど、まさかの現金のみっていうので、クアラルンプールから離れるとキャッシュレス決済も普及してない ところが多いのかもしれませんね。いい音。街並みが素敵。ちょっとカメラ向き変えますね。建物の雰囲気がやっぱりちょっと洋風、古い洋風なんですよね。オリエンタルな建物もあったりして、いろいろ混ざってるというのはよくわかります。ここはお寺かな。ここはモスクですね。入りませんが、やっぱクアラルンプールもそうだけど、いろんな民族がいるから、もう仏教寺院があってモスクがあってヒンドゥー教の寺院があってみたいな、ちょっと行ったらすぐ別の宗教の施設があるので、すごいそれも面白いですね。ちょっと入れそうなお寺があったんでお参りしてきました。中は撮影ちょっと一応やめときましたけど、なんかね、日本のお寺とだいぶ勝手が違うよね。お賽銭をしようにもなんかそういう箱がないし、その代わりなんかお線香を買ってなんか1本ずつ入れて刺していくみたいな、そういうところがあったんですけど、私ちょっとねそのお参りの仕方わからなくて断念しました。ごめんなさい、本当に何かしたかったんだけど、どうしたらよかったんだろう。失礼します。観音堂、読める、読めるぞ。この道を歩いてみようかな。クレジットカードで雑貨とか可愛いもの買えたら買ってみたいですけどね。ブラブラと歩いていると、なんだか雰囲気の良いお店を見つけたのでちょっと入ってみました。こちらはハンドメイドの雑貨屋さんで、アクセサリーなどの小物を取り扱ってます。一つ指輪を購入しました。1個アクセサリー買いました。
クレジットカード使えてよかった。カフェもあったんでコーヒーも飲みたかったんですけど、今日バリスタがいないから昆布茶しか出せないって言われて昆布茶あるんだ逆にっていうおすごいスレスレを車が通って怖いわ。川のとこまで戻ってきました。ほら見て、ああやってねチャリがねめっちゃ音楽流しながら走るんですよ。ちょっと川沿いに降りられるところを見つけたので降りてきてみましたが、若干濁ってはいるが、でもなんか水辺いいよね。どこに行ってもなんか水辺はちょっと落ち着きますよね。でこのね横はもう本当にクルーズ船の発着場っていう感じで、まあ、ちょっとした飲食店と船とっていうのがずらーっと続いておりますわ。のどかだな。向かいの建物もなんか洋風で、ここ本当にマレーシアかいなという感じですけど、ね、見てほら向こう岸もさ結構カラフルで可愛いってものがいっぱいあるんですよ。あ、川じゃない、こっちに来てから見る鳥全部知らない、本当に知ってる鳥がいない。見つけたぞ。鳥だな、逆光ですけど。アザーンですかね、イスラム教のお祈りの時間ですよっていうお知らせの放送というかアナウンスというかなんですけど、これね実際に録音じゃなくてリアルタイムでモスクで人がね言ってるらしいですよ。だから毎回声が違うんです。あとこれのアザーンの上手い人選手権みたいなのがあるって聞いたことあります。1753年にダッチ、オランダによって建てられた教会だそうです。歴史ありますね。教会ってあまり来たことがないのですが、ここはすごく素朴というか、古くて質素な印象を受けました。椅子がこういうふうに網網の素材でできていて、建物が洋風でもここは南国なんだなと思い出させてくれます。さて、ちょっと歩き疲れたので休憩します。川沿いのテラス席に座りたいなと思ってお店に入ったんですけど、向かい側でめちゃくちゃ工事してるわ、ほら。ふう、一休みしました。こういうペイントの場所多いですね、この街。そろそろ帰りのバスのことを考え始めないと。なんか海洋博物館みたいなところ、どんな感じなのかな。うわ、こっちにもなんかすごい栄えてるエリアがあった。なんじゃここは、何もわからんぞ。奥にある建物がモールっぽいんで、まあその辺まで行ってみますわ。そこにバス停があって、マラッカセントラルのバスターミナルまで、まあ時間かかるけど行けるっぽいんで。あ、暑い、もうめっちゃ汗かいてるわ。歩道と車道がはっきりしてない、ね、道がない、道が。多分地図で見たショッピングモールってこれですね。この目の前にある低めの建物、2階建てなんですけど、これが横にずらーっと並んでて、まあ確かにショッピングモールではある。私が持ってるショッピングモールじゃなかったけど、ここ絶対車道なんだけど、まあ、あ、歩道見つけたわ。ここね、ここが多分こっから歩道かな。あれ、こっちにもあるじゃん、なんか一回冷房が効いたところに行きたいんだよね、あまりにも暑いので。一旦涼むか、一旦涼んでバス乗ろう。そうしよう、そうしよう。ちょっと作戦変更、あと3分でバスが来るっぽいから、それを待ってみて、5分ぐらい経っても来なかったら多分ダイヤがもうぐちゃぐちゃになってるから。ちょうどバス停の裏にスタバがあるっぽいので、まあせっかくマレーシアのマラッカまで来てスタバかよと思われるかもしれないけど、私もそう思っているけれども、まあ目の前にねバス停があるという安心感、バス停で少し粘ってバスが来なかったらスタバに入ります。ねえ、めっちゃチーカワいるんだけど。チーカワは今マレーシアにも進出してるんですか。多分ここバス停だと思う、多分。バス来ないわ、来ない。
暑いし、ちょっとスタバ入ります。ちなみにこっちのバスはなんか絶対にバス停に人がいたら止まってくれるとかそういうのないらしくて、乗りますみたいな意思表示をしないと、手を挙げたりしないといけないらしいんですよね、今帝国から5分過ぎてるんですけど、5分ぐらいだったら全然遅れそうじゃない。コーヒー飲むか、本日3杯目の。夜寝れなくなりそうトラックだね、全部トラックだね。スタバ入ろう。うわ、バス来たわ。ちょっとあと5分待ってればバスに乗れたので。でもね、あれがだいたい30分に1本ぐらいのペースで出てるみたい ですごく今ね、時間に余裕がある。前もって行動してるので、最悪あと1本逃しても帰りの長距離バスに間に合う計算なんですよ。でね、さっきのバスが本当は12分に来る予定だったのに24分に来たから、まあ、大体10分ちょい遅れですね。10分ちょい遅れで来る可能性があると、で考えると、まあ次の帝国に表に出て、まあ10分15分ぐらいは待とう。でそれも逃したらグラブ呼ぶかな。そうしよう。ちょっとバスチャレンジしたいから、せっかく普段来れない場所に来てるので、まあローカルなものを楽しめたらって思いながらスターバックスに入ってますけど、名前書いてもらったの KUMIKO って言って、ハロウィンだからパンプキンのドリンクがあるよって言われて、じゃあそれでって言って無理やりトールサイズで作ってもらいました。ベンティとグランデしかメニューになかったから。はい、いただきます。あ、なるほど、コーヒーとパンプキンを混ぜて混ざり合わなかったみたいな味がちなみにちょっと高いですよ。 20.65 リンギだから1リンギ30円じゃなくなっちゃってるから計算がめんどくさいんで、だいたい730円ぐらい、まあ、日本で飲むのと変わんないですね。バス再チャレンジ中です。帝国には来なかったね。さっきので学んでるんでね、15分ぐらいは粘りますよ。来た、バス来た。あ、もう一人乗る人いるわ。トゥリンギ乗れたわちなみにね、このバス30分ぐらいかかります、マラッカセントラルに行くまで。なんか冷房のさ、風がめちゃ顔に当たるなと思ったら、見てこれ、穴開いてんの、こっから風が出てる蓋がない、蓋が。そっちはあるんですけどね。このバスに関して私は2つミスをしています。1つ目、スタバの値段を入れたらタクシーの方が安いということ。2つ目、街歩きをしていた時に通ったあたりのバス停から乗れば15分ぐらいでバスターミナルに行けたということです。まあいいんですけどね、異国の地で乗るローカルバスの車窓はそれだけで楽しいですから、高いお金を払って長く乗ってもいいんですけどね。マラッカのバスターミナル、マラッカセントラルに帰ってきました。全然セントラルじゃないのに、なんでこのバスターミナルはセントラルっていう名前なの。なんかセントラルっていう言葉好きだよね。ケールセントラルとかクアラルンプールにもあるし、マラッカ楽しかったな。街並みがね、とても可愛くて、すごく異文化ミックスな感じで、なかなか日本では見られない景色をたくさん見たかなと思います。でもね、バカンスするにはちょっと水が汚いですね。海の方まで見てないけど、川の水がなんかすごい緑に濁ってて、まあだからホテルでのんびり過ごしたりするのが推奨される過ごし方なのかな。でちょっと街歩きしてとかで、だから海で泳いだりとか、そういう感じの観光地ではなかったね。もう一つ知らない街を少し知れたので、良い一日でございました。ではクアラルンプールに戻ります。ちなみにこのマラッカセントラル、バスターミナルの中はね、ちょっとしたショッピングモールみたいな、商店街みたいになってますね。そんなにここで買い物をするほど名物みたいなものはないと思うんですけど、猫がいますね。猫は売ってないと思いますけどね。こんにちは、私日本から来たんですけど、ちょっとインタビューよろしいでしょうか。あ、どうも。あ、寄ってきちゃった。でもね、私ちょっと猫アレルギーでね、海外の猫を触るのめっちゃ怖いな。でも可愛いな。あ、ごめんってちょっと餌はないんやってば。特
ここの人たちに可愛がられてるんだね。何の話でしたっけ。あ、そうそう、別にここで買うべき名物はそんなにないよっていう話ですけど、バスで食べたいお菓子とか飲み物とかそういうのはコンビニみたいなとこで買えますよっていう話でしたゲート入りました。このね、4時30分の TBS 行きに乗る予定です。隣の椅子は壊れてます。ちょいちょいこう傾いた椅子がね、いろんな角度に傾いた椅子がありますね帰りのバス、これ16番ホームから乗ります。帰りはちょっとね、いいやつにしたんですよ。3列シートの独立1列の席にしました。じゃーん、ここです、私の席。帰りも2時間くつろぐぞ。私、このパンで食あたりを起こしました。でもね、パンが悪いんじゃないの。私が悪いんです。なぜなら、このパンは前日の夕方にスーパーで買ったもので、何かの衝撃で封が開いてしまったことに気がつかなかったんですね。で、そのまま30度を超える炎天下で丸一日持ち歩いた後に食べてしまったんです。このパンが悪いわけでも、ましてやマレーシアが悪いわけでもないんです。外食するときは結構気をつけてたんですけど、まさか惣菜パンで食中毒になるとは油断しておりました。皆さんも海外旅行では気をつけてくださいね。バス降りました。あれね、あれに乗ってきた KL Center tekan butang untuk membuka pintu KL Center press the button to open doors。はい、ということで KL セントラルの駅に帰ってきました。今日のマラッカ旅行の Vlog はここで終了です。マレーシアのステイはもう少し続きますが、まあ、もしかしたら Vlog はこれで最後かもしれないし、もう1本ぐらい作るかもしれないけど、まあゆるっと過ごしておりますので、無事帰国するまでが遠足ということで、まあ、気をつけて過ごしたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。